ナネッテ・シュトライヒャーはドイツのピアノ製造技師、作曲家、音楽教師、作家。シュトライヒャーはアウクスブルクに生まれた。オルガン及びピアノの製造業を営むヨハン・アンドレアス・シュタインと妻のマグダレーナの間の6番目の子供であった。早くから父よりピアノのレッスンを受ける。父は友人のイグナーツ・フォンベイクの影響を受けていた。アウスブルクでは演奏会で ピアノ演奏を行い、時には友人のナネッテ・フォン・シャーデンが一緒に舞台に上がることもあった。1787年にはあるコンサートで知られていないアリア数曲を歌ったが、後に健康上の理由で歌唱の道を断念している。父が1792年2月29日に他界し、彼女が独立してピアノ工房を続けることになった。1793年に、 音楽家のヨハン・アンドレアス・シュトライヒャーと結婚し、1794年になると彼と共にウィーに移り住む。父の事業を受け継いだ当初は弟のマテアス・アンドレアス・シュタインと共同であったが、その後1802年からは彼女自身の名前を関するようにした。夫の支えと1824年から1825年にかけては息子のヨハン・バプティストが 共同経営に加わったこともあり、会社は重要なピアノ製作会社へと成長を遂げた。工場を単独で切り盛りしていたヨハンバプティストの経営手腕により多くの特許を取得して世界的に有名となるまでになった。会社は1896年にシュティングル兄弟に売却された。ナネッテとアンドレアスのシュトライヒャ夫妻の活動はピアノ製造のみにとどまらなかった。 彼女はまず自宅で、1812年以降は自ら、サロンを組織して演奏会を催し、若い芸術家に自由な演奏の機会を提供した。これが、ウィンの音楽界にもたらしたものは大きく、夫妻の友人、客人の中には、ルートビヒ・バンベートーベンや、ヨハン・ボルフガング・フォン・ゲーテラがいた。音楽サークルに、友人や客人が集まると、 ナネッテは彼らの前で私的にピアノ演奏を披露することもあった。母同様にピアノ演奏の際に恵まれた娘のゾフィートモーリに触れて共演した。彼女のサークルにはウィーンの著名音楽家も多数参加しており、ベートーベンとの進行は60通を超える書簡に記録されている。オイカールの貢献人となったベートーベンはそうしたやりとりの中で、 彼女に対して日常的な事柄や教育に関する疑問をぶつけ援助を求めていた。1833年1月16日、2ヶ月に及ぶ闘病生活の後にウィーンで息を引き取った。ありがとうございます。